こんばんは、神田です。今日は仕事終わりにマネージャーの石井ちゃんともう軽くご飯を食べてきたので、さっとおつまみを作ってビールを飲みます。最近ハマってるキムチっていうか、私この間作った糖質ゼロ麺での卵かけご飯風ご飯、あれめっちゃハマっちゃって、そう、あれめっちゃハマっちゃったんだよ。大変なの、ハマりすぎて。キムチドーン。あれ以降だもん、キムチ。毎日のように食べてるの。なんかもう自分は韓国人なんじゃないかレベルで、キムチを2日に一遍買ってますね。納豆を軽く混ぜまーす。タレ入れちゃう。納豆をドーン。オクラ。かいわれ大根。温泉卵。ごま油。完成！ででん。好きなもののおつまみを海苔で巻いて、そしてビール。それでは、いただきます。ドーン。キムチに納豆にオクラにかいわれ大根に温泉卵って間違いないでしょ。で、ごま油。ビール。あら、泡が全然できなかった。はい、かわいいグラス。いただきます。うまいね。では、こちら、豪快にかき混ぜたいと思います。ネバネバと辛味と、最高だね。これを海苔で巻いて食べるんですよ。私ね、海苔がめっちゃ好きなの。ちっちゃい頃から海苔だけずっと食べてるくらい、海苔がめっちゃ好きなの。いただきます。うまいよ、こいつ、やっぱ。あー、うまっ。幸せ。うまい。皆さん、そろそろサムネイルのお話が気になる時間になってきたかと思います。もう食ってねえで、飲んでねえで、喋ろよっていう感じだと思うんですけど、もうちょっと待ってくださいね。理想のパートナーを見つけたいなら、どこへ行くべきか、皆さんわかりますか？まあ、例えば、野球場。野球見てる時の相手を見てれば、すごいね、ヤジ飛ばしたりとかなったら、あ、すごい感情的になる人なんだなとか、熱い人なんだなとか思うわけじゃん。はたまたディズニーに行くとよく言われるのは、待ち時間の間で会話が弾むかどうかみたいな、言うじゃない。無言でも耐えられるかどうかみたいな、とか、まあいろいろ推測ができるわけなんですけど、デート相手といろんなところに行くことで、相手のいろんなところが見れるわけじゃないですか。で、アラサーとなれば、恋愛のね、賞味期限が出てくるわけですよ。恋愛の賞味期限というか、タイムリミットというか。やっぱり母性が働くのもあるし、子供欲しいっていう願望もあるだろうし、世の中の周りのみんなが結婚しだす年だから、次に付き合う人で結婚決めたいとか、やっぱみんなそういう感情が生まれてくるわけですよね。っていうので、結婚相手どんな人がふさわしいかみたいな考えた時に行った方がいい場所っていうのが、実はなんと映画館。この記事を見つけた時にどういうこっちゃって思って、今どういうこっちゃって思った方たくさんいると思うんですけど、相手が泣くかどうかっていうので見極められるらしいんですよ。共感性に優れた人は他者の気持ちが分かり、精神的なサポートを惜しまないので信頼され、人間としての魅力に溢れている人が多い。そしてこの共感する力こそ人間関係、特にパートナーシップでは不可欠と言われていると。つまり、映画を見て涙を流すイコール映画の世界に自分も入り込んでる、登場人物の気持ちが分かるから涙を流してるわけで、それができない人は相手の感情を読み取るのが苦手というか、また共感性とメンタルの強さは結びつけにくい性質かもしれないが、
メンタルの強さとは肉体の強さよりずっと複雑なもの。メンタルが強いと言っても決して痛みを感じず無神経というわけではない。痛みを知りつつもその痛みに耐えられる強さを持っているという意味だ。そういうわけでジムのベンチプレスで汗を流すマッチョな彼より、映画館で涙ぐむような一見草食系の彼の方がパートナーとしては狙い目だったりするようだ。デートの初日に映画を見に行くことは案外効率よく人生の販路を見つける方法なのかもしれないと。今軽く読みましたけど、ここでもマッチョが取り上げられるというね。すごいよね、映画館デートってさ、実際なんだろう、学生の時からもしやすいデートっていうか、手軽にできるデートであり、手軽に相手の真の強さを見抜けるというか、へーって感じだよね。皆さんは今好きな人だったり恋人とデート行って相手はどんな感じですか？私はね、なんと2017年映画デートはしました。まあ私が美女と野獣見たいっていうから付き合ってくれた感じなんだけど、爆睡してた。ラスト。うん、うん、ごちそうさまでした。終わります。ご視聴ありがとうございました。それではまた明日。バイバーイ。